で、これをアボカドのところにも入れちゃいます。レシピにもなります。どうも、リュウジロリさん料理です。今回はですね、いろんな野菜を使いたいのがあって、最近ね、あれやってなかった、アボカド。スーパーでは年中手に入るお野菜なんですよ。栄養価も豊富で、これを美味しく食べたい。今回ですね、僕が提唱させていただくのは、本当に美味しいアボカドサラダ。アボカドってお刺身にして醤油とかで食べたり、マグロとこう和えてポキとかねするのが多いと思うんですが、今回はね、サラダ感覚、ポテサラみたいな感覚で食べたいなっていうふうに思いまして、このアボカドを使ってアボサラやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。至って簡単、アボカドね、1個。玉ねぎ、4分の1個、まあ大体50から 60g ですね。ベーケンです。ベーケンはね、40g から35g から 40g ぐらいのものですね。はい。エッグ、1個です。あと、調味料は概要欄に書いてありますので、そちら見てください。本当に美味しいアボカドサラダを作る上で何が重要かというと、アボカドってすごくね、コクがあって、まろやかなんですね。ここまでさ、このアボカドの味を理解するために、コクがあってまろやかなものを飲んでいきたいと思います。日本酒でしょ、コクがあってまろやかって言ったら。いただきます。くー、ということで、やってきてみます。じゃあ、まず野菜から切っていきたいと思います。玉ねぎをスライスできました。じゃあ、まあ今度アボカドいきますか。ぐるぐる回転させてやると、こうやって、はいはい、あ、綺麗ですね、美しい。はい、じゃあこれはこのまま置いといてください。ベーコンですね。ベーコンはサラダにするときはちょっと薄切りの方がいいです。はい、ね、こんな感じで細切りにしてくださいね。はい、今回ポテサラのアボカドバージョンなんで、でもね、糖質はすごく抑えられます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこれ切り終わりました。はい、そしたら次はもうこのサラダすごく簡単なんで、フライパンで炒めの工程いきます。フライパン用意しました。ここに少量の油、本当に小さじ1杯とか入っていいです。はい、炒めの工程ってポテサラとかってあんまやらないかもしれないんですけども、全てのね、食材を焼いて、仕上げていきます。ベーコンとともに、まあ、さっきの切った玉ねぎも、加えます。生のね、玉ねぎ入れてももちろんいいんですけども、ちょっと火を入れた方がくしゃっとなってね、僕は好きなんで。で、ここに卵ね、はい、でこれを卵を炒めながら、卵を焼きながら、横のベーコンと玉ねぎを炒めていく、こういう工程になります。で、これでね、ちょっとふたしましょう。じっくり火を通して、野菜の玉ねぎの甘み、ベーコンの旨み、ベーコンの油、そして、卵を片、焼きにしていきます。大体これが 2,3 分かな。はい、こんな感じでね、非常にいい感じの炒め方になりましたね。この卵はターンオーバーにしちゃうんですね。ターンオーバーっていうのはアメリカの目玉焼きの焼き方で、こう両面焼きっていう意味ですね。目玉焼きも非常によく焼けたらですね、全てをごちゃ混ぜにしていくっていうような作業になります。アボカドね、アボカドもスプーンでくり抜いていただければ結構です。はい、こんな感じでね、熟れてないアボカドだったら細かく切った方がいいんですけども、今回いい感じに熟れてます。はい、そしたら、このベーコンと卵が焼き上がりました。で、これをアボカドのところにも入れちゃいます。こっから仕上げに入りますよ。で、これをこの冷たいアボカドと一緒にこうやって混ぜていくんですね。アボカドと一緒に崩すような感じで、ここに味付けしていきます。お塩、マナブが4分の1入ります。はい、味の素、ロックフリーですね。あとはお醤油ですね。お醤油も小さじ3分の1、ちょっとだけです。はい、これくらいですね。で、そしてお酢です。ここにお酢を入れます。で、ここにマヨネーズ。マヨネーズもアボカドの場合はアボカドがすごく脂質を持ってるんで、普段のポテサラダではいらない、大さじ1半ぐらいですね。これぐらいです。で、ここでこう多めの黒胡椒ね、ここ多めでいいです。はい、思ってる3倍入れましょう。はい、はい、これぐらい。そしたら全部混ぜていきます。非常に美味しそうですね、今日のアボカドサラダ。ちょっと味見します。ちょっと
ょっと胡椒と塩足します。あと酒飲みやここら辺はね、ご自身の判断で大丈夫ですよ。はい、じゃあ、持っていきます。もうね、もうドカッと持っちゃっていいです。あら、かわいいですね。で、ここにパセリ、パセリをかけて、あと、胡椒、追い胡椒。これね、僕こんな感じで盛り付けてますけど、ちょっと赤いパプリカとかやったらクリスマスレシピにもなります。はい、ということでこちらね、本当に美味しいアボカドさん。さあ、出てきました。食べていただきます。アボカドサラダはね、レモンサワーにしよう。ということで、いただきます。いただきますよ。あー、炒めた玉ねぎ甘み、そして香ばしい、この目玉焼きね、卵の食感もすごい生きてます。ベーコンの旨味も生きてる。ポテトサラダと少し似てるんですけど、アボカドがすごくまろやかなんで、すごくまろみがありますね。すっごいクリーミーなポテトサラダって感じです。これさ、トーストとかに乗せても美味しいんじゃない？最高だと思う、これ。これうまいわ。アジンカムジェネーションします。タバスコですよ、やっぱり。いただきます。おー、覚醒しそうだわ、これ。めちゃくちゃ美味しいよ、これ。じゃあ、この喜びを共にする旅の仲間、乾杯！はい。いただきます。うおー、うまっ。うまいだろ。あ、すごい、ちゃんとベーコンと玉ねぎとアボカドがこう調和し合ってる感じが、うまい。副菜にもおつまみにもいけるし、パンはめっちゃいけると思う。なんで焼いたパンとかそうでもいいので、ぜひ作ってみてください。タバスコはもうやっぱりまろやかなものにタバスコの酸味を加えると、もう大体美味しくなるっていうのが定説になってくるよね。やっぱちょっとなんかあれですか、メキシカン的な感じだから。メキシカン的な感じ。ああ、だからこういう感じ。ちょっとタバスコアメリカン。まあでもメキシコとアメリカは結構ズブズブなんで、テックスメックスとか言うから、遠からですから。と、まあまあまあ、まあ、文化的には、まあだからアメリカでもタコスすごい流行ってるしっていうのがあるので、割とね、メキシコは美食の国だからね。そう、チョコレートはメキシコで作られたから、あるって、そう。なんで、メキシコはそのこれを潰してレモンとかとお塩とかであえて食べるワカモレっていうのがあるんでね。それをトルティーヤチップスにやって、で、これは日本風にちょっと、ポテトサラダっぽく味付けをしたっていうやつなんで。